ねえねえマム、なんでみんな私みたいに羽がないの？ねえ。どうた？あなたには人にはない素晴らしいものを神様から授かって生まれてきたのです。羽のこと？違います。羽であろうがなかろうが、すべての人を愛することができる優しい心です。え？